その今の私たちに近いものとか日常に接しているものとかそういうものの説明の難しさとか、理解の困難さをなんとかうまく言葉や映像によって伝えることっていうんでしょうか、なんかその説明そのものが難しいんですけれども、とても誰が見ても普通じゃない、ね、あの本願寺の白書院みたいなもの、あるいは龍安寺の石庭、そういう分かりやすい日本、説明しやすい日本じゃない、むしろ世界の方に近くて説明が難しい日本っていうものに日本の特殊性がもしあるのだとしたら、そこをうまく伝える言葉を見つけてほしいですね。それがジャパンハウス の, その現代の日本と、まあ、過去の日本ということを例えば言うならば、そこに何が伝わり合っているのかっていうことを見つける、まあ、一つの方法ではないかなと思います。例えば禅ということを紹介するんだったら、もっと違うあり方もやり方もあるでしょう。で、必ずしもモノクロームだけが禅ではない。禅宗寺院の中にある美術で言ったら、極彩色の下手をするとその金銀を使ったような表現もある。それはじゃあ禅じゃないのか、いやこれも禅でしょうみたいな、すでにステレオタイプとして受容されている日本のイメージを壊すような、あるいはなんて言うんでしょうね、ずらすような、そういう部分を知ってもらえたら、あら意外っていうことになるのかなというちょっといたずら心もあったりしますし、こちらから一方的にこれが日本だという答えを渡すのではなくて、お客さんが来ていただいて、お客さんがうーん面白いけど、なんか決定的な答えは自分の中では得られなかった、でじゃあその答えを探しに自分が日本へ足を運ぼうと、そういう契機になる場所になってほしいと思いますので、あんまりこう答え合わせに来るとかそういう企画とか内容ではなくて、新しい問いが生まれるような場所であってほしい、まあ抽象的な言い方になってしまいますけれども、そういうことかなと思います。